穏やかな春の陽気の日立大です。リーグ戦4戦負けなしながらもここ2試合はゴールレスの柏レイソル、一方前節はジェフ千葉相手に勢いのつく逆転勝利を収めた横浜 FC の一戦です。2019明治安田生命 J2 リーグ第11節柏レイソル対横浜 FC の一戦、三強フロンテア柏スタジアムよりお届けいたします。改めてフォーメーションも含めて確認しておきたいと思います。前節の金沢戦と全く同じスターティングイレブンです。一方の横浜 FC、 5試合連続今日もキーパーは竹重です。で後ろ3枚、そして今日は2センター、中盤には佐藤と中里。クリスティアーノが裏に流れていきます。追いつきました。クリスティアーノ、田代入れ替わった、チャンス、クリスティアーノゴール前、瀬川ニアネシュート、浮いたボール、クリスティアーノヘディングで折り返して江坂、さらにフリーラン右足、最後は小池の右足。ここクリスティアーノのここ左サイドの仕掛けからチャンスが生まれました。そうですね、ここも、まあ、裏のスペースに飛び出していったんですよね、自分から。それから、まあ、中の折り返してここぼれでしたけどね。カルフィン・オアピンが待っています。もうサイドフリーなんで中入った方がいいんじゃないですかね、今みたいな。松浦、スルーオーセン、レアンドロ・ドミンゲス、レアンドロ流して豊島だ、キッパー。横浜今日一番の決定機。そうですね、今緩かったですね、柏の方はね。ロングスローもありますよね、ここね。北爪ロングスロー、豊島、佐藤取り返します。佐藤の左足、強烈左足、低く抑えたミドルでした。ここも松浦が頑張って。そうですね、今みたいなところね、セットプレー、まあ、あるいはああいうロングスローの時にこぼれ球のところをしっかりと抑えておくっていうのは重要ですよね、はい、後半の頭10分です。永田さん、はい、横浜 FC は2枚交代を準備していますね、はい、24番渡辺選手と代わるのは6番の中里選手、はい、瀬川のシュート、振り向きざま瀬川の左足、今日はキーパー正面でした。いやでもいいプレーでした ね、 ここね、菊池、江坂、江坂めぐって左足クロス、ヘディング、クリスティアーノ、ここもクリスティアーノフリーでした。いや決定的でしたけどね、ここね。ちょっとどうですかね、前かぶって見えなかった可能性もありますよね、ここ流れて渡辺切り返す、もう一度斉藤、斉藤と宮本、レアンドロ、斉藤光輝、レアンドロミンゲスチャンス、レアンドロ流して左足まずい、さらに流すボール中山、その前で小池のクリア。いやここ最高のボールでしたね、ここね。最後ソメヤ選手ですかね、当てたの。いいお膳立てのパスでした ね、 ね、まあ、ちょっとここヒールからまあ低いボールで狙いましたけどね、染谷選手の足に当たっちゃいましたからね。染谷が受けて逆サイドからゆっくりガムリエル、クリスティアーノ、クリスティアーノのクロス、ガムリエルだ、代わって入ったガブリエル、決定機でした。決定機でしたね、完璧なボールでしたね、これね。さあここからコーナーキック、アンプレオンプレーが非常に重要になります。ボールをセットしてクリスティアーノ、インスイングのボール、マインドレイソルサポーターの目の前、巻いてくるボール、エリング、パスター上島のヘッドはポスト、惜しかったですね、惜しかったですね、いいボールでしたけどね、ここね、完璧なボールでしたね、ここね。あとはこぼれ球詰められるかレイソルです。さあクリスティアーノ右足壁越えた、ちょっと壁にかすめて勢いが弱まった。そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル。
ホームの柏レイソル、押し込んで押し込んで決定機も作り続けましたが、これで3戦連続リーグ戦はゴールレスドローとなりました。